ウィナーズファイナルです。想像がつかんぞ。はい、そしてその次はヘポケン対破壊王ですね。プーラとタッチ、ね、ここ2位がいるプールなんですよ。なるほど。だから言ったら兄様に対する挑戦権をかけた戦いでしょうね。なるほど。はい、まあ、スーパーパコーマー、はい、まあこのトーナメントでどこまでいけるのかっていうのは確かに注目なんですが、はい、チリチリもね忘れちゃいけないなって今の試合を見て思いましたね。日本のプレイヤーの中でもかなり注目の高い選手ですよね。ですね、まあ、特にその強さでいってしまえばトップクラスではありますし、プロプレイヤーたちは結構見る機会ありますけれども、うん、チリチリ選手はそうもいかないですからね。確かに。ワールドツアーの中では結構、ね、その出る機会というのはそんなに今とないですから、なかったですから、まあ、国内で の, その力を示している度合いでいうと、まあ、相当上位ですよね。相当上位です、はい、さあではカメラの方が切り替わりますかね。どんな顔してんの。いや、すごい顔抜かれてる。破壊は大丈夫。どんな顔してんの。そして対するはヘポケンですね、はい、本当に昔から、東京、神奈川の方でプレーしている。はい、ワードですか今。パンダ、パンダですかね。ですかね。マードック、あ、マードックだ。そうですよね。パンダ、いや、大会にマードックで出てましたもんね。その後、もともとはだってマードックなんだっけ。もともとマードックですね。そうですね。まあ、東震災とかでゆうゆうみみ、そうですよね。とクジラっていうのが記憶に新しいですかね。確かマードックだったと思う。うん、ということはプロレス対決になるんですか。トーナメントシーンでマドックが出てくるの珍しいですね。そうですよね。あんまり出てこないですね。やっぱヘポケンクラスに強いマドックはそんなに出てこないですよね、うん、これ12分に破壊王がここで落ちる可能性が出てますね。韓国だと、まあ、奈良高校とかが確かに強いのがあるんですけど、大会はやっぱりね、地元の大会だじゃないと出てこないですね。日本だとやっぱ何人か名前、うん、あげたら片手にはもうヘポケの名前絶対に入るんですよね、うん、勝てばあの2位と、勝てば2位とみんなの前で戦うことができる。東京都승者はムルトンズ対戦では選ばれたのはアリーナプロレスですね。いいですね、この感じ、この感じですね。PV なんですよね、まあ、登場 PV がアリーナでしたので、ね、これが、ウィナーズセミぐらいになるんですか、プールの。そうです、そうです。なるほど。いい、そして2から横移動否定するのは破壊王。昨日のケツプロ TV は、この破壊王、今市だったと言われてます、ね。ですけれども、はい、その前にやっぱ稲葉大会の活躍っていうのが自分的には印象深いですかね。竹のびノロマン、そうですよ、竹のびノロマン倒すんだったら日本の大会優勝できるんですよ。そうです、その3人敗れるんだったら。そうですよね。深井王は本当にもう2018年から2019年にかけて大会の強さが跳ね上がりましたよね。どん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 強くなっていくと思いますよね。うまいぞ、うまっ、スイーカンパー運んでいく。ダブだけ、ダブラップから、これめっちゃいるんじゃないか。ハイブラカイのマードックのこの爆発力、ドライブ有利、シャガーパンを割り込んだ。えらい。そうだよな、ブルータルサイクロンは出てこない。組ん